長野厚郎は、日本の裁判官。最高裁判所民事局長兼行政局長、司法研修所所長を経て、名古屋高等裁判所長官。京都府出身。東大寺学園高等学校を経て1981年、京都大学法学部卒業。司法修習生35期。父親は、京都大学名誉教授の長野義男。 2017年10月27日建設現場でアスベストを吸い込んで健康被害を受けたとして元建設労働者とその遺族が国と建材メーカー43社に損害賠償を求めた集団訴訟の控訴審において原告敗訴の一審判決を変更し国とメーカー4社に対し総額約3億7000万円を支払うよう言い渡した 全国14件の同種訴訟で初の交際判決となった。重刑爆撃損害賠償控訴事件、塩化ビニール関東カルテル事件、新潟タクシーカルテル事件など死血に用いられた血液凝固性剤であるフィブリノ原性剤や第9因子性剤が原因で C 型肝炎に罹患したと主張する患者らが国を呼び、 製薬会社3社を相手取り、平成14年から16年にかけて、全国豪地裁に提訴した集団訴訟のうち、東京地裁に提訴された訴訟につき、平成19年3月、国と製薬会社の責任を一部認める判決をした。これらの判決も契機となり、平成20年1月に、いわゆる C 型肝炎救済特別措置法が制定された。 バブル期の過剰な融資等が原因となって破綻した日本長期信用銀行の旧経営陣に対して整理改修機構が経営責任の追及を行った一連の事件に、ついて八部の裁判長として審理、判決した。大規模リゾート施設初島プロジェクトに対する追加融資の逃避が問題となった長銀初島事件。 高橋春則が社長の EI インターナショナルの資金繰りのためのつなぎ、融資の逃避が問題となった、超銀 EI 事件、超銀系列のノンバンクであった、日本リース等に支援の逃避が問題となった、超銀ノンバンク事件などがそれである。また、同種の担当事件としては、国民銀行事件がある。LP ガス販売差別対価差し止め請求事件。 LP ガス販売差別対価差し止め請求事件、日本テクノ独占禁止法差し止め請求事件、三菱商事株主代表訴訟、ジャパン石油株主代表訴訟、八王物流事件など、ありがとうございます。